皆さんこんにちは。今日は自分から告白しないものの男性の皆さんに告白されたいとアピールを続けている女性の匂わせ行動についてわかりやすくご紹介させていただきます。普段皆さんの前では済ましているように見えるから気にもしなかったけれど、実は後になってその女性が皆さんに対して好意を抱いていた。でもそれを知った頃にはもう彼女は自分のそばからいなくなってしまっている。ああ、そんなチャンスがあったなんて気づかなかったよ。そんな悲しいすれ違い、ひょっとしたら皆さんもご経験があるかもしれませんね。ですが女性は女性で皆さんに好意を抱いている間、いくつかの告白待ちのサインを確かに出しているのです。今日はそんな男性からの告白を待っている状態の女性が相手の男性にだけアピールしてみせる匂わせ行動についてお話ししていきます。皆さんもぜひ今日の動画を最後まで見て告白待ちをしている女性を確実に見極めアタックしてくださいね。女性が自分から告白せず告白待ちする理由。好きな男性に自分から告白すると雑に扱われないか不安だから。皆さんは多くの女性があえて自分から告白せずに男性からの告白を待つ理由をご存知でしょうか。男性の皆さんからすると、めんどくさいな、分かりにくいことしないでくれよと感じることが多いかもしれませんが、実は女性からしても自分から告白しないことは勇気がいる判断です。というのも、せっかく好きな人が手の届く範囲にいても自分から告白せずにすれ違い、他の女に大切な男性を取られてしまったなんて結果になると気持ちの整理がつかないからです。ですがその危険以上に女性は好きな男性と結ばれた後、大好きだった男性に雑に扱われて傷つくことを恐れています。そのため自分から追っかけて告白して雑に扱われるくらいなら、相手の男性をその気にさせて告白させてやろうと考えてしまうんです。視聴者の皆さんの中には、そんな俺は彼女を大切にする自信があるのにとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、女性は男性を自分から追うと男性側が逃げてしまうのではないかと常に恐れています。好きで告白できればしたいけど雑に扱われる未来が怖くて自分から告白できない。まずはそんな女心を理解していただけると嬉しいですね。あまり自分から行動して相手や周囲の友人にはしたないと思われたくないから。また女性は男性以上に異性への恋心をガツガツと表現することを恥ずかしく感じる傾向があります。これが当事者だけの話ならまだいいのですが、女性の周囲にいる同性の知人たちがガツガツとした女性に後ろ指を指すことがあるのは女性にとって恐ろしい事実です。そのためできれば自分から積極的にアプローチしたという印象を与えずに、好きな人と結ばれたいと女性は考えてしまうんですね。最近は肉食女子と呼ばれる女子が増えてきたため、この価値観が少しは変わってきたこともありますが、それでも依然として女性の集団の中で一人男性にガツガツとアプローチをかける女子がいると陰口を叩かれたり陰湿な嫌がらせを受けたりすることがあるのも事実です。このように女性は男性以上にそもそも自分から好きな人に告白することに多くの危険を感じていますと同時に、そんな境遇から救い出してくれる王子様の存在を待っているのも事実です。あなたに好意を伝えたくて困っている彼女をスマートにお姫様にしてあげれば、きっとその女性はあなたに夢中になってくれますよ。ここまでは前提として、女性が自分から告白しない理由についてお話ししてきました。ここからは実際に告白待ちの女性が見せる匂わせ行動についてご紹介していきたいと思います。あなたに告白されたい女性が見せる匂わせ行動4選。 LINE などメールの文面にハートマークを入れる。女性のメールというと可愛い文面が好きなだけだろという印象を抱いている男性の皆さんもいるかもしれませんよね。確かに恋愛と関係なくメールで絵文字などを多用する女性は一定数います。ただしハートマークともなるとどうしても恋心を連想させることが多いため、何とも思っていない男性に対しては変な勘違いさせちゃうかもと意識的に避けることが多いんです。それでも女性が男性とのメールの文面でハートマークを使うということは、その男性には自分の恋心を見透かされても構わないと考えている証拠です。ただし
男性とのメールにハートマークを恋心関係なく多用するあざとい女子も中にはいるので要注意です。もしもこの子俺とのメールにハートマーク多用してるなと感じたら、近くの男性にその女性のメールの文面について探りを入れてみると早とちりしなくて済みます。今彼氏が欲しいという話をしてくる。最近寂しくて彼氏が欲しいなって思うことがあるんだよねとか、このまま一人で夏を迎えるのは寂しいなというように、彼氏が欲しいアピールを男性と個人的な話の中でする女性は告白をされたくてアピールしていることが多いです。実際若い女性と1対1で話しているときに彼氏が欲しいと言われたら、皆さんだってもしかしてこの子なら俺にもチャンスあるのかなと期待しますよね。それは女性も分かっているので、逆に脈のない男性相手には今は特に彼氏はいらないと相手に期待を抱かせる答えを避けようとします。皆さんの前で彼氏欲しいアピールや寂しいアピールをする女性がいるなら、少なくとも皆さんはその女性にとって彼氏として見てもありということです。いきなり告白というのは難しい場合でも、女性の寂しさを紛らわせることを口実にデートの約束くらいは取り付けましょう。日常会話で好きと言われる。〇〇さんのそういうところ好きだなとか、〇〇くんと話すの私好きなんだよねと女性の口から直接言われることがあれば、これも女性のアピールだと考えてもいいでしょう。皆さんはいやいやそれは単純にライクな好きであって恋愛の好きとは意味が違うでしょと思ったかもしれませんね。ですがこれも今までご紹介した内容と同じです。もしも相手の男性が恋愛対象でないならば、女性は男性に対して好きという言葉自体を使いたがりません。女性が恋愛の好きとは違う意味で男性に好きと言ったとしても、男性側が恋愛の好きという意味だと誤解するかもしれないからです。逆にそれでも女性が男性の評価について好きという言葉を使うなら、その女性が相手のことを恋愛対象として見ている証拠です。もしも皆さんの性格やあなたとの時間を好きと言ってくれる女性がいるならば、彼女と積極的に仲を深めていくと案外すぐ彼女になってくれるかもしれませんよ。女性が他の男性との話をしてくる、煽ってくる。意外に思われるかもしれませんが、女性は意中の男性にあえて他の男性と仲良く過ごしたことを話すことがあります。皆さんもそんな話を気になっていた女性から聞かされて、ああ俺には興味がなかったんだなとがっかりした経験もあるかもしれませんね。ですが実はこの他の男性との話をしてくるという行為も告白待ち女性のアピールである可能性もあります。普通は他の異性との関係を匂わせる発言を聞くとなえるものですが、女性からすると、あなたから早く告白してくれないと他の男性に取られちゃうんだからと話し相手の男性を煽って告白させようとしているんです。ある程度仲の良い女子が急に自分の前で他の男性の話をし始めたら、ムッとするのをこらえて彼女の気持ちと向き合ってみるのも必要ですね。いかがでしたか？このように女性は自分から告白することができない場合、何とかして意中の男性に自分への告白を決断させようといろいろ考えてアピールしてきます。中には今日ご紹介したように気がないように見える行動でも女性からすると必死のアピールなんて場合もあるのです。今までは女性の行為を見逃しがちだった皆さんも、今日の動画を見て明日から身近な女子との会話でどんな言葉を拾えばいいか見えてきた気がしませんか？もしも少しでも自信がついた、今後の方針が決まったという方がいらっしゃいましたら、お気軽にコメントくださいね。確かに女性の恋心は男性から見ると複雑に見えます。しかしその複雑さには女性特有の共通した心理があり、それらは必ず今日ご紹介したようにいくつかのパターンに分かれているだけなのです。その女性の考えを前提として覚えておけば、これからは自然と彼女たちの行為に気づける男性になれますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。